皆さんおはようございます。ダーマクバキンタです。秋田県もうそうですが、羽越本線は今年100周年。まあ羽越本線のあの駅に近い秋田県のものを言います。羽後本庄駅だったらあのお酒あの酒屋さん、あとタイヤ、あの発酵をテーマにしたカフェ&ショップがございます。駅から車で約5分、徒歩で約30分のところにあるそうです。あとは西目駅、車で5分徒歩で30分かかるハーブワールド道の駅西目もありますね。はい。あとは喜多方ですね。やっぱりネムの丘が有名でございます。まあ徒歩だから近い、走れば行けるんじゃないかという距離でございます。本格的なピッツァもありますよね。あと1コマうどんですね。梅うどんが美味しいですね。あとは、ニカホ駅に降りると、土田牧場は、車でなんと20分かかるそうでございます。あと、そうですね。平泉本館というお酒もございます。99g もニカホ駅から、はい。TDK 未来館もありますね。TDK の製品学べますね、はい。というわけで、はい。羽越本線は、新潟県の新津駅から秋田県の秋田駅まで、全長 271.7km、日本海沿岸の大動脈です。はい。以上でございます。バイバイ。